動画ご視聴の皆様こんにちは。福にチャージ YouTube チャンネル案内人の M です。カメラマンのダブルです。はい、ということで私たち今日来ておりますのがこちらです。はい、道の駅浪江、福島県浪江町にあります道の駅浪江に来ているんですが、もうですねめちゃめちゃ にぎわってます。浪江町にこんなに人来るんだって、すいません素直に驚いたんですけれども、今日ここで行われておりますのが日産フェス in 浪江ということで、この福島県の浪江町で日産自動車主催のイベントをやってるんですね。でこのイベントの中ではこの後ちょっとお見せしますけれども、歴代のフェアレディ Z がずらっと展示されていたり、そしてさらにさらに貴重な車が来てるんですね。この貴重な車を見ながら、しかもデモランがあるということで、そういったところ見ていきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。ということでダブルさんが見たかったって言ってた、はい、これはフィガロ。どんな車ですか？可愛い車です。あ、まあ確かにそれが全てな気はしますけど、こちらフィガロですね。日産のパイクカーシリーズと言われる車の一つでして、型式が FK10K10 ということで、実は K10 型マーチをベースにした車なんですね。でもその面影もはやなく、はい、もうこれはフィガロという本当一つのブランドになってますね。テレビドラマでも使われていて、一躍認知度が上がったりとかもしているんですけれど、まあちょっとぐるっと見ていきましょうか。ダブルさん的にフィガロのどういうところ好きですか？フォルム。あ、フォルム。最近の車にはないこのコロンとした感じが好きです。コロンとした感じ、あ、結構このクロームメッキの使い方もだいぶ特徴的だな。なんか私も間近でまじまじとフィガロ見るの初めてなんですけど、このヘッドライトからピョロってモールが伸びて後ろにパーッと繋がってるんですよね。おー、パーッと繋がって、あーね、リアのバンパー部分まで繋がってるっていう、こういうデザインなんだ。へー、結構本当このパイクアシリーズ細かいところがこだわり深く作られていたりして、あとほらこのサイドターンランプとかも丸じゃないんですよね、うん、なんかちょっと雫型というか流線形になっていたりとか。ダブルさん、あのタイヤチェッカーのダブルさん的に、はい、こちらは純正でこれってことですか？もちろんそうですね。めちゃくちゃおしゃれ。いいなぁ、ちょっとギアも見ましょうか。クラシックカー風に作ってる、そこまでクラシックじゃない車ではあるんですけれど、いやグッときますね。トランクどうなってんだろう。確かにここのこの上のところはルーフが格納されるとこですよね。はあ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 。でトランクはあそこに、そう、ここそこに鍵の穴がついてるんですよ。え、これ開けるとどうなるんだ。こうこうこうなのかな。見たことないや、開いてるところ。あ、ちょっとあとインテリアも窓越しですけれど、インテリアハンターのダブルさん的にはでかめで丸いのが、うんうんうん、ステアリングが、うん、昔の車だなっていう、うん、感じがちょっとクラシカルな、本当全体的にしっかりクラシカル感を演出してくれてますね。ということでフィガロでした。はい、続きましてがこれ幻の GTR と呼ばれるスカイライン 2000GTR、 はい、はい、こちらスカイライン GTR、 ケンメリの GTR なんですけれども、こちら総生産台数197台ということで、その中の1台です。先日あの別のイベントで見たのもケンメリでしたけど、はい、あれはケンメリですね。 GTR ではなかったのかな。丸めがいいですね。やっぱそうですね。うん、現行型の GTR も丸め4灯ではあるんですけれども、ちょっと趣がまた変わりますよね。うん、でこちらがシーマですね。 YFI31 型のシーマ、セドリックシーマタイプ2リミテッドということで、当チャンネル初登場のシーマですね。おお、はい、確かにそうなんですよ。でシーマといえばいろいろあるんですけれど、私個人的にはこのエンブレムが好きですね。イチョウのエンブレム。お、あの、私ギアドアが気になったんですけど、このギアドアの
後ろの橋の形状が、窓よりもちょっと広く出るんですね。これ開けるとどうなるんだろう。ということで、見てきたわけですけど、ダブルさんどうでした？こう見てるお客さんの中でも、はい、あ、これ見たことあるとか、うん、走ってたよねとか喋ってる方がいて、はい、いいなって、そういう時代にいたかったなって思いました。そうですね、大丈夫です。私たちがそういう時代になるのはこれからですから。なるほど、はい、私もダブルさんもあと30年40年生きているとですね、こういうイベントに来て、あ、昔これ乗ってたんだよねとか、あ、こんな車走ってたよねっていう、そんな時代がきっとやってくるんだと思います。いや、でも本当にやってくるかな。なんかこの時代の車ならではのなんか味わいというか存在感というかあるような気もしますね。で、なんて言ったってあの車が走りましたからね。ケンメリの GTR 限定197台しかなかった車が、はい、目の前で走ったという、それだけでもなんか見れて感動でした。今回のイベントですね、日産自動車主催ということですが、いや、これだけのたくさんの方に来ていただけた、これも私たちも大変嬉しく思っております。来年もですね、開催されるかと思います。ぜひぜひ皆様お越しください。そしてこのようなイベントまたございましたら、必ずチャンネルの方でもご報告したいと思っておりますので、お楽しみに。福見チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。